大沢健二です今回もね、本当に面白い企画を思いついたんで、格闘技のチャレンジものをやりたいと思いますね。チャレンジもの、はい、陸上チャレンジ。なんすかそれ。僕のチャンネルのスターと言ったら、大沢健二専属タレントです、はい、陸上です。陸上、カモン。おー、ジョーですよ、ジョージョージョーを出すとね、バズるんですよね。ジョーで何やるんですか。この前、はいはい、朝倉未来がね、ほっと一言言った時に僕思いついたんですよ。このお腹が絶対ボディ効かせられないですよって言ったんですよ。言った言った。ブラジル人。ブラジル人。うわー、うわー、うわー。マジでビビりましたよ。ボディ絶対効かないでしょ。倒せる気しないですもんね、マジで。ボディって内臓に届かさないと効かないんですよ、うん、なるほど。ジョーのお腹、週刊少年マガジン3冊お腹にあるのと一緒ですから。だから届かないんですよ。ということは、ダイスですか。ビッグジョーのお腹に20秒間パンチを打ち続けて、ビッグジョーを効かすことができたらジョーの負け。ジョーがうーって言ったり、こう後ろ向いたり、もうやめてくれ、もうやめてくれとか、ちょっと待ってくれよとか、ちょっと君のパンチは強かったよ、ダメだよ、もう打つのやめてくれとか言ったら、また喋んの。もしジョーを倒すような人がいたら、その人には賞金1万円を出したいと思います。1万円です。自腹です。ジョー大丈夫？問題ないよ。問題ないよ、つってますよ。問題ないよ。はい。最近教えたんですか？え？最近ジョーが覚えたあの日本語じゃないですか。いや、本当に大丈夫なの？問題ないよ。問題ないよ。行きましょう。はい、皆さん、ちょっと待ってください。ビッグショーチャレンジョー。オーケー。ジョーのお腹に20秒パンチをしてダウンを取ることができたら1万円1万円あげますよ。これいいですか。チャレンジしたいっていう我こそって人いますか。はい。あれ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 、いいね、いいですね。さとみちゃんからいきましょう。20秒。田中さとみちゃんっていう、あの、はい、うちの、会員さんのね、はい、どれくらいですか。もう3年、2年、3年ぐらい、3年ぐらいです。はい、一般の腕力のある女子です。パーツ歴3年、どうですか、はい、パーツは。あ、楽しいですね。楽しいですね。はい、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、大丈夫。問題ないよ。これ一時だよ。じゃあ、大丈夫。問題ないよ。大丈夫？問題ないよ。これはちょっとですか？ちょっと怒ってるかもしれない。ちょっと怒ってるかもしれない。僕のしつこい言い方に怒ってるかもしれない。僕に対して怒ってるかもしれない。答えたことない。僕に対して怒ってるかもしれない。そうだね。今日1回目、1人目残念ということで。これ残念。残念です。2人目、ちょっと来てください。よろしくお願いします。出会いさんです。出会いさん。そうな感じで。あのうちでミットも持ってくれたりとかね。あ、そうなんですね。空手は黒帯です。空手黒帯来ましたよ。ブラックベルトね。空手。ちょっとね、動揺してますね。自信の方はどうですか。そうですね。1万円もらって、そのまま奥さんに渡したいと思います。ああ、必ず。愛妻家ですね。
きます。いきますよ。よし。おっ、おっ。よーい、スタート。大丈夫？問題ないよ。聞いてない。どうでした？人間殴ってる感じは全然しないですね。How many damage? Point Zero One One 10%です 10%? 10%? 10%? 10%? すごいね。チャレンジャーまだいるんですか？まだいますよ。うちのアマチュア無敗のね、会員さんですよ。アマチュア無敗の秘密兵器いますから。はい、小山くんです。小山くん、小山くん、よろしくお願いします。おー、いやー、アマチュア無敗ですからね。はい、どのぐらいですか、試合は。7回とか試合やって7勝、ね、7戦無敗ぐらいですね。すごい。でもう大沢さんの教え、そのまま打ち込んでやりますよ。すごい。じゃあ、いきますよ。はい、いきます。よーい、ドン。あー、怖いよー。うわーいよー。よー、怒ってる怒ってる。ビタランってくるよ。シュワー。すごい。じゃあ大丈夫？待たなよ。怒ってるよ。怖い怖い怖い。怖い。怒ってるかと思ったら怒ってないですね。怒ってない。え、どう小山くん。強いですね。で、今3連敗で負け続いてますけど。言うんですか。いますよ、うちは。秘密兵器いますから。秘密兵器。元世界チャンピオン。え、まさか。まさかですよ。まさか。まさかですよ。この前負けたのなんてまさかだったんですか。元世界チャンピオンの彼がね、ジョーにリベンジするリベンジ。陽介サルタ、サルタ来てる。もう会いたくねえだろ。サルタにリベンジのチャンス、もう一回作ってやったから。これ、もしあの、ギブアップしたらいくらでしたっけ。1万円。1万はちょっと動かないです。オーケー。じゃあ、1万2000円。1万3000人ですから。じゃあ、2万円にしましょう。2万円。2万円ね。これからね、ワンチャンピオンシップっていう世界の強豪が揃うね、団体で、もう一度あの世界王者を僕は取らせたいんで、ここでね、ジョーにリベンジできないようだとね、やっぱり僕も不安になってしまう。ワンがちょっとパッションになかなかリベンジさせられないんで、させられないな。先にこっちに上げ上にリベンジしたいなって人って、やっぱ鍛えられない急所があるんですよ。はい、急所ってどんだけこうあの頑張っても鍛えられない部分ってあるんで、そこを狙えば。お前もなんか喋り上手くなったな。うわ、すごいっすね。やばいね。この前もやりましたけどね、ちょっと、はい、おー、このサイズの違いですよ。このサイズの違い。おぉ、この部屋。じゃあ、はいはい、大丈夫？問題ないよー。怖い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 。はい、いきます。はい、レディーゴー。おい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 、まずいな。まずいな、これだ。一発目、拳、金返されました。じゃあ、全然大丈夫。
問題ないよ怖い怖い How did you feel about him? Oh, okay. He's very powerful. But I'm fine. どうこれやばいっすね。やばい。壁なんかいや壁っていうかなんかこうバランスボールみたいな。バランスボールを殴バランスボールバランスボール殴ってる。一つ言っていい？はい。まずいことになったよ。ハースとしても、サルタとしてもまずいことになったこれ。はい。ただ、いい映像を撮れたよ、これ。ご覧の皆さん、このね、モンスターガイね、ビッグジョー、我こそはという人がいたら、またご連絡いただけたら、ビッグジョー、やってまいりますので、どしどし、ご連絡お願いします。かわいそうですよね。レディーゴー。強くなりたいやつはチャンネル登録しろよ。